後崎チャンネル。こちら、キャンプレポート、二日目ということで、今日もあいにく宮崎は天気が曇り空で、まあ雨もちょこちょこ降る中、まあでも結構そんな寒くないからね、いい形かなと。で、雨も昨日よりはそんな降らなかったかなと。ということで今日は2月2日、キャンプ2日目ということですけども、オリックスにとったらキャンプ初日ということで、今日はね、オリックスのキャンプ行ってましたけど、ファンの皆さんも多かったっすね。なんかもう毎年多くなってるような、さすが強くなるとね、違うなっていうね、ところはありますけども、今回なんと12球団のキャンプの中で一番見たかった選手、斉藤京介、そして佐伯川瀬といったところの育成2人のコンビ、佐々木チャンネルはこの3人を押していこうっていうところでね、なんとか見たいっていうところで、まあ日刊スポーツのね、評論で仕事してますけども、その選手がブルペンに入るときは教えてもらおうっていうね、連絡網を取りながらね、なんとオリックスのキャンプの初日にピッチングするという情報を聞いて、初日行こうというね、ところで、あ、そうそうそう、佐々木がこのね、日刊スポーツの評論オリックス戦、しっかり今もね、もうウェブで、掲載されてますので、ぜひ読んでください。もちろん明日のね、日刊スポーツの紙面でも掲載されますので、佐々木評論、キャンプ2週間連続で走り切りますから、ぜひ読んでみてください。さあ、ということでね、行きました。もうこのね、3人にべったりついて、アップから、そして、キャッチボールね、そしてブルペンっていうところで見てきましたけどもね、まあやっぱり良かったね。いい形で、まあキャンプ初日っていうところでね、まだ 50% ぐらいのね、仕上がりだろうと思うけども、しっかりね、このキャンプの初日にブルペンに入れるぐらい仕上げてきてるっていうところではね、育成だからね、まあこうね、佐藤選手もね、ブルペン入ってましたけど、育成ね、そして中田選手ね、やっぱ育成はまず相手と戦う前に、自らのチームメイトと戦って、なんとか試合下に、ね、ならなきゃいけないっていう競争をね、勝ち得る中で、ね、キャンプ初日からブルペンにね、しっかり入ってくるっていうところのね、もう勝負が始まってるんだっていうところはね、非常にいい形だったし、で、まあ、その中でね、ピッチング、見せてもらいましたけども、斉藤、そしてね、川瀬、佐伯とね、並んでピッチングしてて、でその横に中田っていうね、ところで並んでピッチングしてたから、まあ、見やすかったっていうところは、ありますけども、まあ、佐伯投手ね、ストレートも、やっぱり指にかかってね、しっかり、来た時には、非常にいいね、ボールの質も、投げてたし、そしてフォークボールっていうところでは、トラックマンのね、計測してる方に話を聞くと、やっぱね、ストレートとフォークボールはもう一軍のね、レベルの数値を出してるっていうところではね、やっぱり見た目と、そういうトラックマンのね、数字っていうところでは、非常にね、正比例する答えがあるっていうところでは、やっぱり良かったんだなっていうね、ところもあるし、だから後のこの課題としては、このね、素晴らしいボールがある中で、それを、再現性よく、精度よく、同じようなクオリティで投げ続けれるかどうかっていうところがね、多分彼のここからのね、伸びしろっていうところになってくるんで、そこら辺がね、ポイントかなと。で、そしてね、まあ、川瀬投手。まあ、佐伯投手はね、同じようなタイプのようにはね、見えるけども、ストレートはね、やっぱりこの指にかかった時はいい球投げてきてるんで、やっぱそれをね、再現性、あと変化球っていうところの精度をどこまで上げていけるかね。で、斉藤京介投手ね、投げてましたけども、結構ね、器用そうだから変化球を持った際に繰り広げながら、それを緩急つけてどういうピッチングしていくのかっていうね、ところでも、まあ三者三様でね、非常にいいところのね、ピッチングが見れたんで、まあ今年ね、オリックスは、山本、山崎福也が抜けてっていうところでね、どういうふうに補っていかなきゃいけないのかっていうね、中で言うと、まあ、彼らだけで補えるわけじゃないけども、で、山本の穴をね、誰か一人で補おうっていうのはやっぱ到底無理だから、それを、まあ、3人で、4人で山本穴を埋め切ろうって言ったらね、それは過労になるっていうところを見せてくれた、キャンプブルペンだったかなと。で、その中で、今回ね、初めて、見たんだけども、その子でね、中田投手ね、育成選手を、投げてて、あら、中田投手結構いいねと思って、まあ、川瀬佐伯にね、ちょっと佐々木チャンネルは押し気味で言ってたんで、ちょっと盲点で隠れてましたけども、いや、中田投手結構仕上がってるし、いいピッチングだなと。で、まあ、いろんな話を、関係者の人に聞くと、昨年からショートアームにして、非常に制球がまとまってきたと。で、ボールを動かして勝負していくのがね、特徴っていうところでね、まあ、山下俊平投手がね、ショートアームにして一気に来たっていうね、ところでは、そういうチーム内でね、いろんな変化をもたらして成長していく選手がいるっていうところで、まあ、若い選手たちもね、それを真似しやすい、チームメイトも真似しやすいっていう中で、ショートアームにして一気に、自分のね、投球レベルっていうところが上がったっていう、このポイント、しかもストレートも力強かったし、その中でもツーシーム系のね、動かしていく球っていうところも投げてるように見えたんだよね、俺の中ではね。で、それもめちゃくちゃ良かったから、これ中田投手もね、いや、これ今年ね、ちょっと一気にこのキャンプ見に来て、
注目株なんだっていうね。で佐藤選手もねピッチングしてたんだけどちょっと離れたところでしてたんで、やっぱこのね佐伯川瀬斉藤京介ちょっと見たかったんで、ちょっと遠目でしか見れなくてちょっと詳しくは、見れなかったんだけども、こういう風にねまず育成の選手が非常にいい形で練習ピッチングできてるっていうところは非常に楽しみだし、まあここからね60、70、80と、ポテンシャルをこのキャンプで上げていって実戦に入ったところで、まあ、誰が勝ち取るかだね。まあ中田投手はどっちかっていうとリリーフ系とかになってくるのかなっていうね感じはあるけども、あのショートアームで非常に、切れ味もよく動かしてくるボールはおってね初めて見たけども非常に良、かったかなっていうね。だからこういったところのねこの若手の押し上げそれはどうなってんのかっていうところをね、まあいろいろあの話、聞いてみると、まあ、高校生だからって言って一律全員をその投げさせなかったりとか、あともう体力強化だけするっていうことはなくて、しっかりバンバン投げさせていく中で、まあ、個々のね、選手たちのその成長のスピード今持ってる能力っていうところがあるから、一律しないで選手に合わせてそういうデビューも早くなったりすることもあるし遅くなったりすることもあるし、しっかり体力トレーニングをしながら技術トレーニングもして、あの一律じゃなく個別にしっかりその選手の特徴を見ながら今の状況を見ながら能力を見ながら、しっかりあの球数とかもそうだし、実戦もそうだし練習っていうところの、数量も含めてどんどん上げていくっていうところでは、まあ、一律高校生だからっていうところはしてないと、選手を見ながら能力に合わせながらやっていくと。でまあ上位ね 10% 20% に入る、まあ、黙ってても最初からスーパースターみたいなところはね自らを律してそういうねほっといてもね育っていくっていうところはあるけども、大半の選手っていうのはやっぱり決算台で引っ張っていかないと分かんないと、どういう風な練習をすればいいのかでどういう風なことが正しいのかっていうのも分からないから、そこら辺はチームとして引っ張っていかなきゃいけないっていうところで、ある程度ね、強制しながらしっかりね、体力も向上させてしっかり投げさせてチームとしてプログラムっていうねメニューをしっかり決めて量と質をしっかり兼ね備えながらやっぱこうね上げていくっていうところでは、そのチームはね強制的にやされる部分もね多々あると。その中でしっかり強度を上げていくことがチームの方針に沿ってやっていくことが選手の成長に結びついていく、自分自身の成長が伸びしろが出ていくっていうところをしっかり自覚してくると、選手は黙ってても言うことを聞くようになってくるから、そういう球団としてはチームとしてはチームの言うことを聞いてチームの負荷あるかなりきついトレーニングっていうところをやっていくことによって、それが一番伸びしろ、それが成長するのに近道なんだよっていうところをチームが示していくことによって、選手はそれを他の選手も含めて成長を見てると、あこれチームの言う通りやった方がいいんだなというようなことを感じさせてやることがチームとしては大事だし、で選手たちもそれがしっかり分かれば一気にそこから成長するのが早いっていうところで、ね、チームとして自分たちのやってることのね自信っていうところもあるし、それを選手たちがやってものの見事に成長していくことを見ることによって、他の選手たちもあチームの言う通りやってたらいいんだっていうところに説得力を持たせるっていうところは、やっぱチームとしてやっぱね鏡だなってやり方としてはねかなり思いますよね。だからそういったところを総合すると、まあ個々のね選手に応じたメニュー育成スケジュールをしっかりあの勝つ中で、あの実践をね、最近も実践とかね本人に任せれってよく言うけども、実践に委ねることよりもやっぱ本人の自覚そしてトレーニング法を確立するまではチームがねあの主導して豊富なね、メニューを与えてしっかり選手を育てていく、そしてその自分たちの自信の中でこれをやっとけばいけるんやっていうことを示す、だからそのねやればいいやとかねこうやってやったらいいやっていう、その強制するのではなく、そのチームのやるべきことをやることによって成長するっていうことを見せていって、選手たちに促す、選手たちをそれをね見てやっぱやらなきゃいけないってね自覚させるね、そこにはもちろんね強制させて、しっかりねそういうの確立されるまではあの重い負荷のものをねやらして強度のあるトレーニングをやらすっていうところもあるけども、そういったところもねやっぱチーム方針として良くなってるっていうね、ところがこのねこの3連覇に結びついた、ところかなと。だからその練習ね、時間としても結構オリックスは早く終わるから、はたから見たらね楽な練習してるなとかね、練習あの量は少ないなってよく言われるけども、ちょっとね終わってから各個人の練習量っていうのがめちゃくちゃ多いと。だから組織でやるっていうよりも、組織でももちろんやるけども、その時間に大半を割すよりは個々の課題、別々の課題に照らし合わせて時間をしっかりとって練習を強度を増やすっていうことが重要っていうところで、まあボビーの時もね
あの早く終わって練習少ないって言ったけど、その後自分たちでやってるからね。だから昔の日本の野球で言うと、全員で夜遅くまで寮をやることが素晴らしい、ね、よくやってるっていう中で、もう近年は、まあ、近年というかボビーの時もそうだったけどもね、全体の練習を合わせとしてやって、その後の個人の個別の何を求めていくかっていう選手別々のノルマによってトレーニングを課していくことによって、個々の選手のね成長度合いも違うからね、それを全員合わせることなくやっていくっていうところでもね、このねいろんな選手が、人が抜けても下からね突き上げていくっていうところができてるんじゃないのかなと。だから聞いた話によると、ウエイトトレーニング一つにしても、こうやって上昇軍団になる前と今比べると、トレーニングが10倍ぐらいの負荷、10倍ぐらいになってるっていうねところを自信持って言ってくれるっていうところはね、やっぱそれはしっかりできてんだなっていうねところの、若手が出てくる、まあ2022年はね宇田川が育成から出てきて、23年は東が出てきて、ね、山下俊平が来たと思ったら怪我していない時に東が救うっていうね。だから今年もそのね、まあムクノキは見れなかったね、ムクノキとか佐藤、中田、佐伯、川瀬ねって言った育成選手たちがね、誰がニュースターになるのか、そんなで全員なれないからね。でもうわこれ育成じゃなくてもいけるんちゃうかって思わせるぐらいの質の高い選手たちがいるっていうところはね、こう他のチームだったら試合かなんじゃないのかっていうようなね、こう育成かみたいなね思わせる、まあ今が完璧じゃないだろうけど、ここからどんどん成長していくっていうところを想像すると、いやすばあのいい形のね若手の育成、しかもねそれをあの体現してるっていうね、でチームとしてもやっぱその実践に委ねることなく、しっかり負荷かけて強制的にやらなきゃいけないことはしっかりやらして、その選手たちの自覚そして能力が上がる、自分たちの練習法が確立されるまではしっかり引っ張っていくっていうねところの、この明確なねビジョンっていうところが、まあ素晴らしいところなのかなと。だからそういうのはね当たり前だよと、そんなどこでもやってるよって言うかもしれないけども、当たり前のことを当たり前にやって、それを結果につなげれてるっていうところがすごいからね。こうやらこうそうやって言うのは簡単だし、やるのは簡単かもしれない、でもそれが結果に結びついてね、山下俊平だとかめっちゃ体でかくなってきてたからね、これ160何キロ投げるんやっていうぐらいの期待値も、ね出てくるしね、それは選手によってね、スリムな体格でね、山岡みたいにね、シャープに行くっていうタイプもあるし、それは選手ね、別々に全員が同じね、ようにならなきゃいけないこともないから、それで結果に結びついていくっていうことが、誰でもやってる、誰しもやってる、今の時代はそういうことなのやっていうのは簡単かもしれないけども、それを成果に結びつけてるっていうチーム、オリックスっていうところがね、非常に、素晴らしいなというところをね、まずキャンプ初心地で、見た感想ではありますけども、まあ、そんでね、まあ、福良さんとか、中島さんとか、いろんな方に挨拶してもらいましたけども、まあ、関係者の人が、佐藤崎さん、佐藤崎チャンネルは、オリックスのことを全部もなんか見透かされてて、誰か情報漏らしてるちゃうかっていうぐらい見えてるから、すごいよねって褒めてもらって、本当にありがとうございます。まあ当たることもあれば当たらないこともありますけども、各12球団のチームのね、構成とかいろいろ見ながら、それでこれがいいんじゃないのかという仮説を立てながらね、研究していくっていうのがね、楽しいから、それはまあ全部が全部ね、当たらないし、それはね、去年ね、トレードのやつも、って言ってね、全員当てられて、って。でもまあね、彼らにとってもね、いいことだから、このままオリックスにいてもチャンスないかもしれないし、彼らにとってもいいことだから、それはもう率先してね、彼らを応援するためにもトレードに出してあげるっていうところをね、率先したけども、そこも全部読まれて、ムクノキの一員に読まれて、どうしたんやってね、いうところでは感心してるっていうところをお褒めいただいて、オリックスの皆さん、ありがとうございます。ね、言ってきました。さすがに昨年の横山1位分かりませんでした。ちょっとあれは分からんな。っていうね、ところもあったんで、まあでもそういったねところを全試合見ながら、キャンプもね全チームも行きながら、いろんなところを仮説を立てて考察してね、まあもちろんね、外れることもありますけども、そういうのを研究してこうなんじゃないのかっていうところがね楽しいと思うんでね、あの佐々木が言ったことが全て正しいわけでもないし実現するわけじゃないけども、その仮説を立ててこうなんじゃないのかなっていう研究しながらチームを見ていくとね、またより楽しみなんで、まあ他の球団もねキャンプ見ながら考察仮説を立てていきたいと思いますので、佐々木チャンネルを見ている皆さんもですね、ああでもないこうでもないとこうなんじゃないのかって考察ね仮説を立てながら、また今年のねプロ野球も楽しんでいきましょうということで、オリックス4連覇へ向けてチャンス拡大、若手がどこまで頑張れるかの勝負っていうところで、佐々木のね評論終わりたいと思います。日刊スポーツでもっと詳しく出てますので、ぜひ読んでください。それではまた。